コンスタンティーヌ、コンスタンティーヌ、クサンティーナはアルジェリア北東部に位置する土国3番目の規模の都市である。内陸都市としてはアルジェリアで最大の規模を有する。2008年当時の人口は44万8374人。地中海の沿岸からおよそ80キロメートル南に位置するコンスタンティーヌ県の県都である。都市の名前は ローマ皇帝コンスタンティヌス一世に由来する。コンスタンティーヌは、東部アルジェリアの中心都市である。アルジェリアの商業の中心地で、アルジェリアのタトシやチュニジアなどがその主な市場である。また、コンスタンティーヌは、伝統的なイスラームの学術都市、南高不落の軍事都市の一面も持ち合わせている。町の坊ザ場多いね洞窟は新石器時代の遺跡として知られている。 紀元前三世紀までにフェニキア人によって建設されたキルタ、シルタがコンスタンティーヌの前身となっている。キルタは紀元前三世紀頃に建国されたヌミディア王国の首都となり、紀元前203年にギリシアの入植民の助けを借りてミキプサ王によって都市が建設された。ヌミディア時代のキルタは国葬地帯として繁栄し、 アフリカで最も豊かな都市の一つに挙げられる。ミキプサの死後、ヌミディアは、ミキプサの養子のユグルタによって支配されたが、ユグルタとアドヘルバルが、ヌミディア王位の継承権をめぐって、争いが起き、ユグルタがアドヘルバルを殺害すると、ローマ帝国の元老院はユグルタへの戦争を切るたで、開始した、ユグルタ戦争。結局ユグルタ側は、敗れ、その後事実上ローマ帝国に、 キルタを含むヌミディア王国は支配されるようになった。ユリウスカイサルの時代にキルタはローマの植民主とされ、北アフリカに置かれたローマ帝国の四つの植民主の中で最も重要な都市となった。311年、マクセンティウスとドミティウス・アレキサンダーの間でアフリカ諸州をめぐって争いが起きた。キルタは戦争によって甚大な被害を受けたため、 313年に新しく再建され、皇帝コンスタンティノス一世紀の名を取って、コンスタンティナ・キルテンシウム、キビタス・コンストンテナ・セルステンジームという名になった。バンダル族の支配は免れたが、7世紀にアラブ人に征服される。その後、ピサやジェノバ、ベネツヤなどとの貿易が盛んになり、12世紀には再び繁栄するようになった。15世紀には、 イベリア半島を追われたユダヤ人、スファラディームを多く受け入れ、アルジェリアの中でも特にユダヤ人の割合が多い都市となる。チュニジアのハフス・アサの支配を経て、1592年からオスマン帝国に編入される。アルジェリアに派遣されたデーが統治する3つの米陸、州のうち、コンスタンティーヌは米、知事が統治する東の米陸の首都に定められた。 1770年から1792年にかけてコンスタンティーヌを統治したサラーフ米はモスクやマドラサなどの多くの建造を建て町は繁栄を迎えた。1830年にアルジェがフランス軍の攻撃を受けて陥落した後もコンスタンティーヌの最後の米であるアフマド米は抵抗を続けた。 1836年11月にアフマドベイはコンスタンティーヌを攻撃した7000人のフランス兵を撃退する。翌1837年10月6日にコンスタンティーヌはフランス軍の包囲を受け、10月13日にフランス軍はコンスタンティーヌに突入し、街中の家屋や街路で戦闘が展開された。街がフランスに占領された後もアフマドベイは オーレス産地に逃れて抵抗を続けるが1848年にフランスに降伏した。フランスの植民地政策によって旧来のコンスタンティーヌの住民は周辺地域に追いやられ新たにヨーロッパ風の市街地が建設された。第二次世界大戦では北アフリカの諸戦線の戦略上の拠点として連合軍に使用された。1944年8月5日 権限住民選出議員連盟会長のベンジョルールがユダヤ人に暗殺されたという噂が流れ、ユダヤ人街に押し寄せた群衆によってポグロムが引き起こされる。暴動の結果22人のユダヤ人が殺害され、27人が重傷を負った一方でムスリム側からも21人の重傷者が出たが、軍隊は武器を置いて暴動に介入しなかった。<laughs> 1943年に、 コンスタンティーヌを訪問したシャルル・ド・ゴールは植民地再開発計画の必要性を唱えた。コンスタンティーヌは標高626メートルの地点に位置し、ルメル川の峡谷の岩球場に立つ。周囲の山地から町に入るためには峡谷にかかる八本の吊り橋を渡らなければならず。かつては吊り橋は侵入者を撃退する役目を担っていた。吊り橋の一部は舗装され、 車道を備えるものに改修されている。町にかかるスイーディラーシド橋は建設当初世界で最も高い石橋されていた。アルジェリアがフランスの植民地とされた後、旧市街の城壁内の南西にヨーロッパ人の居住区が設けられ、既存の街路を改修したダムレモン通りとフランス通りとナショナル通りの2本の街路が整地された。3本の大通りは垂直に通る脇道によって。 接続され、1870年代から1880年代にかけて、通りに面する建物は、ヨーロッパ風のものに建て替えられた。1890年代から、旧市街の城壁街の南西に位置する新市街の建設が本格化する。滝の水力開発を利用した、食品工業、機械工業、繊維工業が盛んに行われている。また、 コンスタンティーヌは、比較、繊維など、伝統的な手工業の中心地でもある。1972年には、ディーゼルモーター、フォークリフトの製造工場が建設された。街には、金細工の店が多いほか、銅盆の生産でも知られている。11月1日広場は、フランス植民地時代からの行政の中心地で、広場の周りには、郵便局、裁判所、 劇場が集まっている。フランス軍の砲撃がオスマン軍の守りを破ったことを記念して、かつてはプラスドラブレシュ、突破口広場と呼ばれていた。街にはアルジェリアの国民的英雄、アブド・アルカーディルの墓がある。コンスタンティーヌはイスラームの学術都市として知られ、1850年代にはフランス政府公認のマドラサが設置された。フランスの植民地時代に、 イスラーム教育の実践が制限を受けた後もいくつか、スーフィー教団が教育活動を続け、チュニジアの在留な大学に留学生を派遣していた。1930年代から始まる、イスラーム改革主義の指導者アブドゥルハミード、リブンバーディースは、コンスタンティーヌの緑のモスクで教鞭をとっていた。アルジェリア初のイスラーム大学であるアブドアルカーディル、大学はコンスタンティーヌに建てられ、 多くのイスラーム学の教師やイマームを輩出している。他、1969年に創立されたコンスタンティーヌ大学がある。アルジェやオランと比べて、コンスタンティーヌには伝統的な衣服をまとった人間が多く、黒いベールと白いマスクで全身を覆う女性の伝統衣装ムラーヤはサラーフベイの模服に由来すると言われている。コンスタンティーヌはマールーフと呼ばれる。 伝統音楽で知られ、中でもシャイフレーモンは巧みな竜とウード演奏と美声で名高い。都市の郊外には多くの博物館と歴史的建造物が存在する。コンスタンティーヌには鉄道が通っているほか、町の南西にはインエルベー国際空港が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。